皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。ファーマー2を選びます。今回はハーベスターとマンモスの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずファーマーファクションを開いてハーベスターを1体青チーム側の中央付近に配置します。そしてトライバルファクションを開いてマンモスを1体赤チーム側の中央付近に配置します。すみません、マンモス1体とハーベスター1体では多分話にならないのでハーベスターを増やします。まずはコストの差分からコストの比率から判断してハーベスターを5体からいきましょう。横一列の密集体系で2体目3体目4体目5体目です。これでコストがハーベスターが2500とマンモスが2200なのでハーベスターの方がやや多めぐらいですよね。これから確かめていきましょう。では青チームハーベスター5体 VS 赤チームマンモス1体バトルスタート。さてマンモスが射程距離に入ると突進を始めますがマンモスの突進に耐えられるんでしょうかハーベスター。さあまだ全員生きてますね。これは前線するのでは意外と1体2体やはりマンモスには勝てませんでした。5体では無理でした。ただダメージメーターのようなものがないのでマンモスにどのくらいダメージが入っているかわからないというのがこのゲームの辛いところですよね。ダメージメーター的なものがあればもうちょっとやりやすくなるんですがいかがでしょうか制作者さん。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はハーベスターを何体まで増やせばマンモスに勝つことができるかということを確かめていきたいと思います。ではハーベスターを次は5体追加して10体にしましょう。こちら側に1、2、3、4、5、これで10体ですね。では確かめてみましょう。青チームハーベスター10体 VS 赤チームマンモス1体バトルスタート。さあ10体が横一列で足並みを揃えて歩いていっております。マンモス突進、これでまだだいぶ残っているハーベスター。ハーベスターはマン。おお。ハーベスター勝利しました。マンモスのダメージの入り具合が全くわからないのがやっぱり難しいですよね。まだハーベスターはかなり残ってますよ。1、2、3、4、5、6、7、8体ぐらい残ってますよ。これはちょっと大変です。確認作業が大変です。1体ずつ増やしていかないといけないです。急に増やしすぎましたね。5体から10体は増やしすぎでしたね。この組み合わせからするとこのドヤ顔している一番手前のハーベスターが決定打を下した可能性は高いと思います。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さて次はどうしましょう。6体まで減らしてみましょうか。かなり生き残ってましたからね。1、
1,2,3 これで6体になりましたね。では青チームハーベスター6体 VS 赤チームマンモス1体バトルスタート。ダメージメーターがわからないので勝負が戦闘がバトルがどのように進捗しているかが分かりにくいのがこのゲームの辛いところ。さてマンモスはどのくらいダメージを受けているのでしょうか。ハーベスターはまだ残っている。おお、6体でハーベスターが勝利しましたね。なるほど、一応結論は出ましたね。ちょっとこの残り具合が激しいので運要素がかなり働いている可能性はありますが、一応今回の検証作業の中での結論ということで結論は出しておく必要があります。結論としましてはハーベスターとマンモスの戦闘力の違いは1対5から1対6の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。